アナグラです。今日は体調が悪いんですよ。昨日は良かったんですが、夕方にかけて不調になってきましてね。まあこんなもんですよ、いつも。で、少しずつ変わってきたんで、まあ落胆はしてないですけど、まあこんなもん、これの繰り返しなんですよね。昨日はね、なんか昼間暑さの中でも良かったんですけど、夕方にかけて徐々になんか、左目のまぶたっていうか、左目にちょっと違和感を感じましてね。で、そのうち、まあ一応阪神だったら脳梗塞とかいろいろ考えちゃうと思うんですけど、まあいろいろその辺もね気にしながら過ごしてて、で夕方飯食ってちょっと横になりましたね。でその時やっぱり体がジンジンきちゃって、まあ軽くですけど全身に、まあ昔あった症状みたいな、よくあったような症状が出まして、まあ軽いんですけどね、昔と比べたら。そんでその時にはもう頓服飲んでたのかな。まあ頓服なんかそうそう効かないんですよ。まあ横になってちょっと休むっていうのがやっぱちょっと寝じついちゃうのもいいですね。寝ちゃうのもいいんですよ。んでまあとりあえず復活とまではいかないけど、まあ良くなったんですね、多少は。でまあやることもあるし、まあパソコン作業ですね、 YouTube 以外で。そんなことをやりつつ、まあ今日に至っても、まあそうですね、昨日よりは、昨日の夕方よりは全然いいですけど、まあとりあえず今日はね、日中の暑さ、今日すごく暑かったんで、さすがに今日は昨日のことがあったんでやめとこうと思いまして、家庭菜園ちょっとね手入れをして、土いじりやったりちょっと横になったりで過ごしてましたね。でなんか昨日、まあ、その体調の悪い中、夕方過ぎだ、もう夜ですね、猫の調子がちょっと悪くなって、まあ今日はもうちょっとその後すぐ復活したんですけど、ちょっと気がかりだからちょっと病院行こうかなと思ったりもしてましてね。まあいろんな都合で、まあ今日は普通に普通な感じだったんで、まあ今日悪かったら行ってますけど、ね、ちょっといろんな都合があって、ちょっと悩んでるんですよね。まあ、食欲がないとかそういうんじゃなくて、でそれもね、昨日体調悪い中そんなようなちょっとストレスが入っちゃって、ちょっと心配しましたね。まあね、この体調不良、
ね、まあ慣れちゃいるじゃないですか、こういう自律神経失調症ってなってる人分かると思うんですけど、でまあ良くなってくる過程で、あのどっかの精神科医が言うように、まあ直線では良くならないんですよ。まあ良くなったり悪くなったりしながら解放に向かっていくっていうのがね、これで感覚的にずっと悪く症状が悪化してくるじゃ困るけど、もういい日がまあ増えてくるんで、良くなってくると、そこでねやっぱりね、こう今日はめちゃくちゃ体調いいんだけどみたいな感じの日でも夕方悪くなったりいろいろあるんですよね。それでまあ落ち込むんですよ。まあそこでね、あまり深く考えず、まあ今日はこんな日、ここ2、3日はこんな日だったっていう感じで過ごさないと、まあそんな感じでね、過ごさないと持たないですよね。だからなんていうかな、じゃあ体調悪い体調悪いって家ばっかりいても前に進まないし、そこをね多少強引にでも動かないとね、変わんないんですよね。なかなかよく医者は休め休めって言うじゃないですか。あれは俺違うと思うんですよね。こうなんですよ、休むことは大事なんですけど、でもその代わり少しでもいいから多少の悪い調子の悪い日でも動くように努めたらどうですかみたいな、そういうアドバイスがいいと思うんですよね。じゃないととにかく休め休めって言ってたら、こういう病気って年中具合が悪いから、それで生活習慣それにね今日も悪い、明日も悪い、1ヶ月後も2ヶ月後も3ヶ月後も1年後もって感じになってきちゃうんですよね、時ばっか過ぎて。だからその辺はね、まあ、医者の責任もあると思うんですけどね、発言のだから強引には言えないっていうのはあると思うんですけど、まあ、多少ね、じゃあねめちゃくちゃ調子が悪い人であっても、じゃあ7日週なのか、その時の一番体調のいい日ぐらいは例えば散歩行こうとかさ、そういうふうにやっていかないと本当ずるずるいって変わんないですよ。まあどんな病気もそうかもしれないですけど、結局自分自身なんですよね、こういうのって。医者に任せてたら10年20年経っちゃうんで、本当ですよ、体調悪いって言い続ければ薬はずっと出すし、そんなもんだと思いますよ。まあ自律神経失調症なんかメインに一応話しますけど、まあめちゃくちゃ調子悪くなったりしますよね、いろんな不定愁訴症状が出て、まあそれもね多少強引に動く時って必要だと思いますよ。じゃなきゃ変わらない。俺もそうですね、本当にダメな時は家に横になってたりしましたけど、それでもねやっぱ強引に体を動かしましたね。よく自律神経失調症のことで言われるのがメリハリじゃないですか、活動の。それって交感神経、自律神経のメリハリをつけてきちんと動くようにするわけですよね。
まあね、結構きつかったりすると思いますけど、そういうふうにね、した方がいいと思いますね。まあそんなとこかな、明日も今日と近いような気温っぽいけど、自分は明日まあなってみないと分かんないけど、もしすごく暑いようであれば、まあちょっとまた家庭菜園みたいなことをやって過ごそうかなと。でちょっと日が、ね、気温が下がってきたらまた外に出てっていう感じでやろうかなっていう予定はしてますけど、まあ個人的なことですけど、こうやって毎日出てってね、家庭菜園の手入れがちょっと遅れてましてね、ちょっとやんなきゃいけないとかあるんですけど、なんかやばいな、ここ人がすげえ通るから、今日なんか人がすごいいつもより通るんで取りづらいですね。まあそんな感じでですね、ねえ、おかしいですよね、こういう病気、病気って。昨日の昼までね体調良かったのに、夕方にかけて体に変化が出てきたんで、まあ想像するに気温の変化なんですけど、まあ暑いから肩出してそういう軽装でいるじゃないですか。それが夕方になるにつれ気温が落ちてきますんで、それにちょっとね体が耐えられないって感じだと思うんですよ。肩出すと首出すとやっぱり気温のなんつうかな、神経がたくさん走ってますんで敏感なんですよね。まあそんなことかな。ちょっといつもね、最近動画がちょっと長すぎると思って10分で切ろうかなと思うんですけど、ついついね長っぱなしになっちゃうんですよ。まあそんなところですね、また明日話したいと思います。一応今1日2本上げてると思うんですけど、1本目はストックですね、2本目が当日の動画になります。一応 Vlog って頭に打ってあるんで、それで区別してください。以上です。穴蔵でした。ありがとうございました。失礼いたします。